ちょっと早いんですけどね。はい、休んでね。結構いい感じください。で、取れちゃう。ごめんごめん。マジっすか。これ、あの、本当に通りだ。行きましょう。うん、妙高寺。妙高寺さん、間がいっぴいるって言われる。いいとこですよね。一回こう、引き込まれていく。神聖な森みたいな感じがします。おしゃれ感、悲しくなるぐらい誰とも見えが違うペラが確かにこれはこういうのって誰かがやりはったんでしょうね。これは重機を使わずに先のあるからうん、70メーターだった下からでも眺めんねやこっちにもまた繋がってますよ。ちょっと曲がって上に行くんじゃないか。おお、仏さんじゃない、これ狸の読み方知らん、知らん、ほとんど適当に何も調べてもいけんし行きました。もう出ねえよね約1時間10時です。予定タイムは押してるな。急な交番に差し掛かっています。痛い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 。なかなかきついでしょ。最後の勾配やと思うんやけど。よいしょ。もうちょっとかもしれないと思いながら、ちょっとですね、最後の追い込みが急ですね。よいしょ。尾根を見るぞ、尾根を。これを登れば尾根だ。尾根、尾根。よいしょ。尾根道に。はい、出ました。はい、目の前に見えます、三上山見えました。まだ見えないでしょ。何もここまで来たらいいですね。いいでしょう。近江富士です。登った甲斐がありますよ。山頂から見えますね。またちゃう感じがする。いや、さっきの引きは下にあるやつやん。下にあるやつ。あれはまだもうちょっと上に。はいはい。やっぱり上にあるやん。ええー、だいぶこっちやからたどり着けないですね。雪ね。あれなんか。あ、綺麗。皆さん、木ばっかり見とった。蓬莱さん。めっちゃ綺麗。なかなかこの白砂の白い砂のね、綺麗なところに来てますよ。さあ、ちょっとこれは今出てきました。ここも山頂ですけど、なんか見ます？すいません。あ、景色が見える。こっちはいかがでしょうか。岩の上に登ってみましょうか。よいしょ。はい。うわ、怖っ。危ない、危ないですけど見えますね。はい、ええ感じですか。怖いねんけどなかなか怖いですよ私。おお、かっこいい。目の前に岩があると思うんですけど、そこの岩の上に立ちましょうか。ズーム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 登ってますね。はい、いかがでしょうか。お先に行きますはい、立ってみません。なかなか立てないですよ、断崖やから。出られた、岩のトンネル。岩のトンネルはね、ちょっとね、あの興味のない人はね、
下をくぐってください。いや下くぐって、下くぐってください。下じゃあ1時間で山頂まで行かなか12時目標で大丈夫です。山プジョーはそんなにかからない。山プジョーは標準タイムでも じゃあいいですか、皆さん行きましょう。よーい、私個人的にスタート。はいはい、行きます。はい、行ってきます。途中でバテると思うけど、すいません。半分かな、これで半分ですね。もう9分だ。やっぱ20分がかかるな。いよいよ垂直登山になるところ、ここぐらいか、垂直登山。あれ、こっちですよね。こっちの方が景色いいですよ。琵琶湖側じゃないけど、日和らぎの方が見えます。展望台ありますね、こっち。よし、よし。おー、今日は人が多いな。展望台です。なかなか人が食べてませんか。さあ、すごいでしょ。握ってもらって、あの抜けれますよ、向こう側に。抜けれる。途中まで。ここで。こうやって行けるんじゃん。行けるでしょ。いや、行けるけど荷物持っていかないとあれですよ。荷物持たれへん、でも。うわ、せんま。入れるけど、でも下に。はい。こうやって持っていかなかった。うん。よく持っていけないですよ。抜けれます。抜けれる。運のいい人は抜けれます。よく持ってた。空も当たり前じゃないですか。だって荷物が荷物を。おお、テーマ。え？あ、ロックされたわ。そう？カチッって言って、カチッってなってしまいました。上に荷物を頭の上に上げればいける。こうやって行っておいていいんじゃないですか。うん、あと下に持って、あ、いや、それがね、僕の場合はいけへんかった。ロックされたら、あ、めっちゃ怖いわ。なんか私弊社恐怖症かもしれんってぐらい怖いねんけど。やめとこう。動画のあれもやっぱり視聴者が楽しみにしてますからね、このシーンを。
当然ここでハマって動けなくなるっていうハプニング映像やっぱ入れてほしいかな。先行きますか。カメラ追いますわ、はい、行かれる人を、うん、あ、めっちゃ出そう横にならないけない感じ。縦では無理ですか。おお、ラカン楽。行けます、うん、どこまで行ったら行けます。もう終わり。あ、そうですか。おお、なかなかあったかい、あったかいな。うわ、おお、これは地震でも起こった最悪なの。海運、海運ですよ、海運。よいしょ、ここでね、海運しましょう。ああ、通りました。今年もいろいろ危険な撮影をしてきましたけど、今年もいろいろね、こんな危険を犯しながら撮影しましたけど、終了です。鏡山を持ちました。あれ、混んでんのかな。ちょっと中入って6名なんですけど、バラでいいですよ。はい、中でちょっと待って、はい、店の中身は変わってなかった確かこんな感じ。はい、ありがとうございます。さあ、美味しそうに来ましたね。ここのラーメンがね、あの油が、はい、